皆さんこんにちは。フローインナショナルトレーナーの滝口です。今回はフローインの使っていただけるシーンであったりとか保管方法について、ご紹介をしていこうかなというふうに思います。はい、それでは、このフローインの保管方法について、いくつかポイントがありますので、ご紹介していきたいなというふうに思います。まず、どのタイプのフローインについても共通していることは、まず暑い環境下でずっと長時間ですね、保管しないでいただきたいなと思います。例えば直射日光であったりとか屋外で日が強い状態で長時間置きっぱなしだったりとか、暑い車の中にずっと保管されているだったりとかっていうような形になってしまうと、これ変形の恐れがありますので、まずそこに気をつけていただきたいなというふうに思います。で、もう一つはこれも共通してますけれども、何か鋭利なもの、先が尖ったものとかをこの上に落としてしまうと、それが傷になってしまいます。また屋外でもし使うっていうことがあった時に、砂とか砂利ですよね、そういったこともこの上に乗った状態で踏んづけてしまうとですね、傷が結構ついちゃうんですね。で、傷がついてしまうとこの摩擦抵抗に関係してきます。ですので傷がつけないようにしっかりと安全にですね、保管していただきたいなというふうに思います。あとどのように清潔に保っておくのかっていうポイントについては、基本的には水拭きをしていただきます。で、場合によってはアルコールを使っていただいても全然 OK ですね。で、このボードもそうですし、このパッドについても同じようなことが言えます。水拭きもしくはアルコールであれば OK で、ただ気をつけていただきたいのは、洗剤を何かしらを使ってしまった時に、場合によってはこれも変形であったりとかいうふうなリスクがありますので、洗剤だけは使わないようにしていただきたいなと。あとは何かオイルみたいなものを添付してより滑らせようという工夫してしまうと、これまたですね、摩擦抵抗変わってくるんで、逆に滑りすぎてしまうということは危険性が上がってしまいますので、しっかりとこのパッドとこのボードの間に生まれてくるこの摩擦抵抗というところをしっかりと維持していただくことが大事なポイントになっています。最後に巻き癖なんですけど、ちょうど今見ていただくと分かりますか、この柔らかい素材のフィットネスであったりとかスポーツっていうのは丸めて保管ができるんですけれども、ずっと、長期間同じ巻き方をしていると、こういうふうに少し巻き癖がついてしまうんですね。ですのでスポーツであればこういった芯とこういったバンドがあります。なので、1回使っていただいたら、もしこういった巻き癖がついているのであれば、こういった感じでですね、反対方向に巻いていってもらうということができれば、次使うときになるべくまっすぐな状態が作れます。ただこれも同じようにかなり長い長期間ずっと使わない状態で保管されていると、またそっち側に折り癖がついていきますので、そこだけ注意していただくといいかなというふうに思います。ただこっちのフィットネスっていう小さな方だと、この芯が入っていなくて、こういったバッグにただ入れるだけになります。で、この時に気をつけてほしいのは、こういった芯が入っていないような状況において、上から何かが物を乗せてしまったり踏んでしまうと折り癖がついてしまうんですね。なのでかなりこれも使いづらい状況になってしまいますので、特にこのスポーツとフィットネスに関しては折り癖がついてしまわないですね、気をつけていただけるといいかなというふうに思います。保管方法としては以上になります。